皆さんこんにちは、経年ナウ久しぶりです、今僕はですね、ここ南アフリカのブルームフォンテンにやってまいりました、こちらですね、ベックファースト&ベッド、ベッド&ブレックファースト B&B のレモンライムさんというところに、泊めていただいています。先ほどチェックインしてですね、久しぶりのシャワーを浴びてまいりました。どれぐらいの音声聞こえてますかね。いよいよこちらで16時、日本は23時だと思いますが、パステルビール、キャッソルですね、キャッソルビール、南アフリカのビールです。さあそれではですね、こちらリビングルームですね、見てください、豪華なリビングルーム、こんな感じのところですね。でここに専用シートに座って、さあちょっと試合をテレビで見て、これからですね前半終わりかけぐらいで後半で、ファンフェスタの方に移動したいと思いますね。革命テレビの始まる時間帯にはちょうど、23時ぐらいからですね、乱入してみたいと思いますが、こちらですね。いやちょっと画像安定しましたか。暗いかな、どうでしょう、大丈夫でしょうか。いやサステルビール美味しい。セビリア対どこだっけ、試合が始まります。日本のテレビでやってるんでしょうか。スカパーで見えると思うんですが、久しぶりにね、ベッドに寝たら最高です最高ですって当たり前なんです。日常がねもう本当にエンターテインメントになりますね。こんな感じです。皆さん画像ちゃんと見えてたらイエスを押してください。画像音声ちゃんと見えてたらイエスです。画像はねあんまり期待できないと思いますが、音声がはっきり聞こえてたらイエスを押してください。左上の方にあると思います。お、どうでしょう、流れてないか。あ、見えてるそうですね、ありがとうございます。ソーシャルストリームというところで、ツイートしていただければこちらで見ることもできます。もうね、なんていうの、このブルセラもうねすっごいうるさいんですよ、スタジアムで聞くと。もうね地響きするぐらいすっごいです。あ、ガーナですね。いやもう本当にこの4年に一度のワールドカップ始まりました。もう寝てる場合じゃないですよ、本当に大変。あーでもねこっちはこれからですね、まだまだね、明日がこのブルームフォンテンで初の試合なんで、今日の夜、明日の朝一かな、朝一からもう本当に、そこのですね、ここから歩いて10分ぐらいなんです、スタジアムから。でそこのところに行くので、行きたいと思います。あと今日のお楽しみはこれからですね、ブルームフォンテンの僕のブログ見ていただければ分かると思うんです、knn.com です。そちらにですね、もうたくさんの美女、なんてアフリカンズというんですけども、こちらのですね、オランダ系の移民の子孫の人たちがですね、まあ、アパルトヘイト時代もあるので、黒人と交わることなくですね、ずっとこう白人の人たちの子孫がいるんで、この人たちがね、綺麗なのと、あと留学生ね、すごい綺麗でした。あ、キックオフ始まりました。じゃあサッカーを見ながらまた移動したいと思います。ありがとうございます。ではでは。バイバイ。革命テレビよろしく。映んないかな。映るといいんだけど。